まだ終わらぬ木の葉は落ちるためだけにあるというのか。いずれが重いのだ。過去とは向き合わねばならんのだ。明日を約束された者などおらぬ。風を追え。帰る道を探しておるのよ。待て。ながらつくづく落ち着かぬ男よ。最後の時までこの道を行くのみ。三連撃か。お主か。己からは逃げられぬぞ。いずれが重いのだ。過去とは向き合わねばならんのだ。だが気は抜くな。この刀重みを増すばかりよ。破滅への道は意外と近いものよ。眠りか。犯してはならぬ過ちもあるのだぞ。運命は自分で決める。とうの昔に風に消えた。見事だ孫悟空。ものすごく強い奴らと戦うっちゅうのに。良いな。敵は想像以上に強力な悪人たちだ。一瞬の油断も許されんぞ。軽いだけではないぞ。素晴らしく丈夫な布で作ってある。少しぐらいの攻撃など跳ね返す。こしれぬ強さを持った奴じゃ。しかも心は水晶よりも透き通っておる。あんな奴が下界におったとはのう。何度もくどく言うようじゃがな。おめえはよ、自分の強さに自信がありすぎるんだ。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。まあ、仕方ねえか。ベジータ、最後グーから人差し指を伸ばすんだぞ。一つだけでも手に入れておくのが先決だ。一体どういう風の吹き回しだ。 I must protect the earth. そうはさせねえけど、とことんやりてえってことか。 I must eliminate the enemy. Prepare to die. ではもう一発違う車両サービスしてやる。レベルそのもんが上がったんだ。俺たちは死ななきゃいいんだろう。いや、あのな、お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れてませんでした。
ベジータはオラと戦う約束をしたんだ。マヌケめ、この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。よく頑張ったな。宇宙人でもな。何が瞬間移動だ。超スピードのごまかしだ。何言ってんだ。早速やってみる。ちょっと静かにしてくれ。この俺が終わらせてやる。じゃあ。なんだ。うわ。You won't escape me. なんだ。大丈夫みてえだな、ベジータ。見事だ孫悟空。軽いだけではないぞ。素晴らしく丈夫な布で作ってある。少しぐらいの攻撃など跳ね返す。さっきのシャレは最高だったと思わんか。ものすごく強いやつらと戦うっちゅうのに、まだおめえは力の全部を出し切ってねえぞ。わしの背中に片腕をつけてな。いや、あのな、お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れてませんでした。もしかしておめえも精神と時の部屋に入ったんか。
底知れぬ強さを持ったやつじゃ。しかも心は水晶よりも透き通っておる。あんなやつが下界におったとはの。まだおめえは力の全部を出し切ってねえぞ。カカロット、オラの隙を伺ってねえか。この自分でさえ驚くような上達ぶりだぜ。地球での戦闘はまさに無駄ではなかったようだな。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。オラには鼻くそをほじる力も。ベジータはオラと戦う約束をしたんだ。怒ったぞ。こんなものか。ダダダダダダダ。それ。やめるな。いやばかり。破滅への道は意外と近いものよ。帰る道を探しておるのよ。我ながらつくづく落ち着かぬ男よ。最後の時までこの道を行くのみ。ジレンと協力か。今はデジョブみてえだな。ブロリーのせいで目の前の相手に集中できねえぞ。くれ！
風よ、ツアー！頼む、来てくれ。てら、いったくそが、うっ、裏からやがって。冷てえな。誰に学んだ？こやつの風術。つるよ、つる。滑稽な言葉だ。過去に縛られず。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。もう片付いたのか？エクシー！Hi everyone! As you probably know, I work alone on my animations, and I put all my energy to provide you a result always more qualitative. That's why it's more and more difficult to keep a regular rhythm. It would really help me to have someone physically close to me to support me, and I already found that person because he is a friend of mine, but he can't afford to leave his job. With him as a backup,I could divide the waiting time between each episode by two. That's why I'm appealing to your kindness to help me by supporting my Patreon, if you can, so that I could pay him for his work. If everyone could put even $1, it would be a great help to me. Thank you and thanks to the people who have already contributed.